というか寒い、それはそう。こんばんは、げんちゃんさん、ともちたんさん、ありがとうございます。おもんない人さん、焼酎にきさん、ありがとうございます。まんちくさん、オーディーさん、ありがとうございます。マキーサさん、おもんない人さん、ありがとうございます。シムさん、ガロアさん、ありがとうございますね。着ればいいよね、私もそう思うダッチャーさん、シムさん、ありがとうございます。リハ2日目が終わりましたお疲れ様です。みんなも平日お疲れ様です。ジローさん、シムさん、ありがとうございます。早く寝れてるかって言われたらすごい微妙なんですけど、でも今回リハが始まりがゆっくりなんですよ。そう、始まる時間が割とゆっくりめの時間から始まるので、そう、なんて言うんですか、遅く早くは寝れてないけど、睡眠時間にしては早く寝れてるよっていう、なんだろうね、そう、なんかいいバランスが取れてますおかゆさん、ライトさん、ありがとうございます。マーチェ74さん、メイビーさん、ありがとうございます。そう、だからすごい短い睡眠時間ではないんですけど、日々眠たいですそう、ともちたんさん、じいちゃんさん、ありがとうございます。しんじいちゃんさん、あいたかさん、ありがとうございます。あやさん、ばうっちさん、じいちゃんさん、ありがとうございます。明日からは夜公演のリハが始まります。きょさん、鉄五郎三世さん、ありがとうございます。そう、今日でお昼のが全部終わったので、そう、明日3日目からは夜公演のリハが始まります。いいさん、鉄五郎三世さん、おもんない人さん、ありがとうございます。頑張りましょう。宗弘さん、ありがとうございます。投票で決まる楽曲知っちゃいました。知っちゃいました。今日リハ終わりに、そう、ワイカワさん、マネージャーのワイカワさんが発表してくれました。ない〇〇、ない〇〇ってはなぴんさん、しむさん、はるみさん、ありがとうございます。今日のリハ終わりに、そう、マネージャーさんが発表してくれました。じゃあ行きますっつって、まあいなるだろ、まあいなるだろ、まあいなるだろっつって、そう、みんなとはちょっと一歩先に行ってしまいました。26日待ってるね26日の夜にみんながここまで来るの待ってるね。お楽しみに。天球さん、ありがとうございます。で、何を言っても多分なんかね、変になんかね勘ぐられても大変なので、もう話しませんおお、そう、何の曲だと思うとかもうね言わない、知っちゃったもんだからで、何の曲やりたいなとかも言わないまさとしさん、フォレストさん、ありがとうございます。どうだろうね、みんなが入れたの入ってるといいけどね。投票リクエストランキングですからね、難しいよね、リクエストランキングだからさ、なんか自分が本当に聞きたいのを入れても入るのかどうなのかと思うし、だったらなんかねとかね、いろいろ考えるよねね、自分が本当に本当に本当にちょっとね好きな曲がさ、ちょっとマニアックというか感じの、ね、楽曲が好きな方はさ、ね、本当にもう自分の気持ちに正直に生きるか、それともねっていうね、みんながどんな楽曲に投票したのでしょうかジェイちゃんさん、ゴーちゃん、はるみさん、ありがとうございますね。みんなどうね、好きな曲入れた？
ねえ、いいね、入るといいね。正直に行きましたか？おお、ねえ、みんなの正直に生きた部分ね、どうなってることやら。ワクワクだね。ラックスさん、マキーショさん、ありがとうございます。26日までワクワクしててくださいまだ1ヶ月ちょ、1ヶ月はないけどさ約1ヶ月あるワクワクしててね。ねえ、ちょっとリカを思い出すよね。わかる。フォレストさん、ありがとうございます。でもリクアーもさ、ベスト3はね、私たちも知らないからね。それはあれはちょっとドキドキでしたね。楽しかった。そう、意外と長いの。そう、リハって結構早めから始まるからさ、はぁと思うけど、まだね、約1ヶ月ね、あるんですよ、少年まで。はるみさん、とめおぷいぷいさん、ありがとうございます。ラントゥーリブさん、ラックスさん、ありがとうございます。楽しみだね。たっちゃん、ラックスさん、ありがとうございます。1ヶ月ぐらいですね。頑張りましょう。ああ、また行っちまった。失礼だかーい。29日、30日、31日、あと2日だね、10月。あやさん、ともちたんさん、ありがとうございます。今日のリハの帰り、道はね、混んでなかったよ。野球が、そう、野球と終わる時間が違ったので、混んでなかったと思いますともちたんさん、はるみさん、ありがとうございます。まだね、私たちがリハ終わった頃ね、まだ野球の試合やられてたので。そう、はるみさん、スルーしていいですよさん、カープと HKT 吉野正さん、ありがとうございます。え、昼公演始まるの遅めなのすいませんね、ちょっとまだあの開演時間把握していないすいませんでした。そうなんだ。でも夜はいつも通り、昼ゆっくりめってこと。ただの魚さん、ありがとうございます。ナックスさん、ありがとうございます。ねえ、周年11月髪色どうしよう。私先月いつ行ったんだ美容室。顔が濃い。16日に行ってるから、ねえ、いつ行こうかな。まさあきさん、すばるさん、ありがとうございます。11月、違う、そう、11月。なるほどね。そう、やっぱさ、リハ期間ね、鏡、そう、レッスン上でさ、リハーサルするから、鏡が鏡張りなんですよね。そう、鏡にずっと正面を向けてるって感じで、鏡の自分と向き合ってるって感じの日々を過ごしてるんですよだからやっぱ自分をすごい見るの。自分をすごいね、そう、見る回数がいつもより断然多いんですよ。だから髪色どうしようかな
結構もうね今ね黄色みがかってる感じの髪色してます。今現在候補の色はねあるの、そう実はあるの、そうやりたい髪色はあるんだけどいつやろうかなって感じ。いやいや、しましまさん、かんさんありがとうございます。そうやりたい髪色はねあるんだけどそれをいつするかっていうのをね悩んでいます。私は今バウッチさんありがとうございます。でもなんか今のね髪色も割とねお気に入りなの。ちょっとショールームじゃね伝わりにくいんだけど今のね髪色もねわりかしね可愛い先生なんですよ。なんかこうしてもあんまりよくわかりませんね。今のね髪色もすごい可愛いんですよ。どうやったら皆さんにねわかるのかよくわからないですけど、ちょっと結構黄みが強くなってきてるって感じです。あまつさんなかった。そうなんかまだねあの完全に色落ちきってないからまだちょっと落ち着いた感じの色。そう色落ちもね楽しんでいかないと、私はすぐに色が落ちちゃうのでしょうが、そう色落ちを楽しんでいかないと。花ピンさん HKT タカープと HKT 推しのただしさんありがとうございます。でもこの前ね嬉しかったことがあったの。なんか髪の毛が私はまあ傷んでちょっと前傷んでたので結構なんか傷むとやっぱ髪の毛って硬くなっちゃうんだって。そう硬いなんか触り心地がそう硬くなるらしくて、そうこの前メイクさんに髪の毛柔らかくなったねって言われてすごい嬉しかった。さわさわやっぱねそう傷んだりすると何ですか水分が減っちゃうからなのかな、なんか髪の毛がまあ硬いというかまあちょっとなんだろうねまあまあ水分を感じられないのかもしれないさ、感じられなくなっちゃうのかもしれないけど、そうこの前メイクさんに髪の毛柔らかくなったねって言われてすごい嬉しかった。今日朝起きた瞬間もうなんかすごい髪の毛が柔らかく感じて、今日はねごめんなさい一日中朝からよく髪の毛を触ってます、ごめんなさい。キュウリスープはとっとってって言っとけん言っとったけんとっとったたいさんありがとうございます。そう今日はね朝起きた瞬間からなんだかあれ髪の毛がなんかトヤトヤしてると思って、そう今日一日ねだいぶ髪の毛触ってます。ごめんなさいね。なかなかねなんか今日すごい状態がいいと思って、なんかここまで状態がいいのは最近あんまりなかったのでこれは嬉しいと思って朝からこのようにではないですけど今はちょっと過剰ですね。そうでも髪の毛をね触ってます。もしかしたら明日はこうじゃないかもしれないから。シマさん、ホリチッチさん、ゲンちゃんさんありがとうございます。あー確かに天気とか湿度とかもちょうどいいのかな、そういうこと、それも確かに関係しそう。なんかついてる、違った。1673日ありがとうございます。1673ありがとうございます。しんじーちゃんさん、メイビーさんありがとうございます。おめでとうございます、ありがとうございます。あやさんありがとうございます。ぼーちゃんさんありがとうございます。そう今日はトゥルントゥルンなの、みんなに見せてあげたい。
こちゃん、バウッチさん、ありがとうございます。もうこれ触った方がわかるかもね。すごいよ。はい、代わりだった、ちょうど一本。今ちょうど一本生え変わりだった。すごいトヤトヤ今日。なんでだろうと思うぐらいトヤトヤ。嬉しい。なんかやっぱ髪の毛ってテンション上がるんだなと思った、改めて。大事にしよう。ちゃんとケアしたいと思います。でも最近はそう、寝る前言ったかな、寝る前にヘアアイロンで髪の毛をきれいにしてから寝るようにしてるんですよ。そう、やっぱなんて言うんだろうね、きれいにしてから、そうアイロンを、そう寝る前にアイロンをかけて、まず髪の毛をこういう状態にしてから寝た方が、なんか朝やるより楽なんですよ。そう、夜もやっぱり、そう私髪の毛乾かした後って結構あのくせっ毛大祭りで結構ボワボワになってるんだけど、そうでもなんか朝やるより夜に頑張ってた方が、なんだろう、そのね、その日その起きてからの一日の、なんだろう、髪の毛のこのストーンっていう落ち着き具合がね、長持ちする気がするの。朝もね、そうちょっとアイロンはかけるよ、そりゃ。そう、夜やってそのままね、その日一日レッツゴーはね、さすがにできないんだけど、でもちょっとだけ、もう本当に適当にポンポンポンって表面だけ、そう朝起きてからもう少しアイロンかけるんだけど、そうでも朝そうボサボサの状態から本当に夜何もドライヤーで乾かしただけで朝アイロンかけてやると、私多分日中ぐらいにだんだん髪の毛が広がってきちゃうんですよ。朝やるとちょっとなんかそう夕方昼ぐらいから自我が芽生え出すの、髪の毛に。なんかもうパヤパヤし始めるんだけど、夜やって綺麗に、もうしっかり綺麗にして、で朝起きて、まあちょっと気になる部分だけもう一回アイロンして一日過ごすと全然なんか違う、こんな感じ。朝よりね、そうなんか寝てる間に何か起きてるのかなと思うぐらい、そうすごいねいい感じです。なんかやっぱせっかくさ朝さね、早く起きてさ頑張って頑張って早起きしてさ髪の毛きれいにしたのに、そう昼ごろ夕方ごろにパヤパヤし始めるとやっぱちょっと悲しいし、せっかくやったのにっていう、せっかく私朝早く起きてやったのにっていう、そう少々ストレスを感じてしまうのね。はるみさん、かんさん、シングルンゴさん、ありがとうございます。あといいこともう一個あって、朝そうパヤパヤの状態からやるってなるとやっぱ時間がねかかるんですよ。そう時間がかかるんだけど、夜のうちにやっておくと朝本当になんとなく、本当に本当になんとなくだけでいいので、起きる時間が遅くなります。ギリギリまで寝ようと思う人はその朝のアイロンの時間がね、あの寝れます。そう朝にそんないっぱい時間を取られないので、そうですよ、ギリギリまで寝る時間が経ちます。そう夜の自分ありがとう。まあその分ちょっとね、夜寝る時間はちょっと押しちゃうんだけど、遅くなっちゃうんだけど、そうわざわざ髪の毛きれいにしないといけないから何分前に起きてっていうのがね、そう寝ります、なくなります。まあ、だからまあその分夜遅く、ちょっと夜ね寝る時間遅くなってるから、まあその辺はどうなんだって言われると、こちらは知りませんっていう。ちょっとそのお問い合わせはちょっとよくわかりませんって感じなんですけど、でも私は断然ね夜やるのが楽だなって最近改めてというか、まあ最近気づきました。
で最近はそう眠たいなと思って早く寝たいなと思っても、次の日そうリハとかがある時はそう極力アイロンかけて寝るようにしてる。でも公演の日はごめんなさい、たまにやってない公演の日はもうね、もうスペシャルなメイクさんがやって、ね、メイクさんにタメイクしていただけると思って、公演の前日はたまにもう最強に眠い時は寝ちゃってますそう、ね、プロの方にやっていただけるので、もうそれはね、そうなるとそうなるとっていうもうそうなるとのプロの方のお力にねお任せしますと思ってそう次の日メイクさんに髪の毛していただけるっていうね、そう確実な日はちょっと確実な前日はそのまま寝てる博多の山さんありがとうございます。でもいい、やっぱり夜にするとね朝が楽だし、もうね、もうとや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 ではないね、そう広がってない時間がねより長持ちするのでスペシャルです。私はすごいノンストレスで最近生きてます。ノンストレス、そう髪の毛に対してあんまりそんなに、はあ、なんでなんでと思うことなく生活できてます。嬉しい、ハッピータッちゃんありがとうございます。今日もアイロンかけてね。頑張る。でもどうだろう、私は割とね夜どんなに遅く夜寝るのがどんなに遅くなってもいいから、朝やることを少なくして朝ギリギリまで寝てたいタイプだから、この行動が合ってるのかもしれない。この生活習慣というかね、生活リズムかな、合ってるのかもね。逆の人もいるじゃん絶対、もうどんなこともしないでもう全てを朝の自分に任せて早く寝る代わりに朝早く起きる生活リズムがそうぴったりな人もいるわけじゃん。私はもう全て夜に回してもうこの世の全てのことをもう夜に回してしまって、朝はもうどんなに寝るのが遅くなってでもいいから夜に回して寝て、朝はギリギリまで、朝はギリギリのギリまで寝てく方が好きなので。はなぴんさんありがとうございます。だからねこれがねぴったりなのかもしれない。私さ朝さそう朝やろうと思って早く起きたりしてもさ、ちょっとまったりしちゃうんだよねやっぱり朝だからまだなんかスイッチ入ってなくてさ、どんなに頑張って早く起きてもなんかもうすっごいのんびりのんびりね、ソファーでね最初30分ぐらい過ごしちゃうっていうぐらい結構朝のんびり過ごしちゃうから、だったらもうね一日過ごしてもうバッチリスイッチオンの状態のね夜にチャカチャカチャカってやった方が私はね集中ができます。あれ全部夜しちゃうの、掃除とかわーって夜やっちゃうたまにでも夜掃除すると良くないのは終わる時間が決まってないから、そうちょっとデメリットもあるかも。そう朝だったらさ何時にお家を出なきゃいけないとかそう終了時間が決まってるじゃん。でも夜って正直終了時間がね決まってないじゃん、もう自分の睡眠時間とご相談って感じだから、そう何時までで終わりですっていう時間が決まってないから変なスイッチは入りますよそりゃちょっと掃除してたらあそこ気になるなとかそう思い始めて今やらなくていいことやっちゃったりするから、そこはねご自身とご相談って感じだよね。はるみさんありがとうございます。それで私この前クッ
クイックルワイパーしたいなと思ってクイックルワイパーしてたんだけど、変なスイッチ入っちゃって、あの引き戸なんかあのゴロゴロする扉のその溝のとこの掃除しちゃった絶対今じゃなくていいじゃんと思って、あなんか頭の中でも思ってたの、絶対今じゃなくていいんだろうなとか思いながら、そうあの扉のゴロゴロするタイプの扉のドアの溝のところを掃除してました。すごいでも楽しかったなんかなかなかあんまり掃除しない部分だったのですごい楽しかったです。結果その寝る時間は減ります。そうでもそう楽しかったからいいかなと思ってる。結構楽しかった、なんか満足度が得られる。よかった、いい、まあそれならいいよねって感じだよね。掃除ね、私割と掃除はでもやるまでがすごいね、のーってなっちゃう。やり始めたらいいんだけど、やり始めるまでがちょっと気が遠くなることもたたたたたた結構あるよって感じなので、そうやり始めるまでが私は結構長いです。始めてしまえばいいんだけどね、始められないのできないの、のんびりしちゃうの、気づいたら違うことしてるの。不思議。スイッチが入ればいいんだけどね、難しいよね、なかなか。頑張ろう。あんまり溜め込めないようにしましょうね。いや。ね、溜め込むとね、なおさらね、やるの嫌な気持ちになっちゃうからね。溜め込まないようにしましょう。バウチさん、タッチさん、ありがとうございます。ね。私もなんかちょくちょくやることもあれば追い込まれないとやらないこともあるそうだからもう完全に自分の何気持ち次第、やる気次第というか気分次第、早くやる時もあれば追い込まれないと一生やらない時もある。どっちの面も持ってますニオニコニコ。森誠二さん、ありがとうございます。そう、もうちゃっちゃかちゃっちゃかやっちゃう時もあれば、キリッキリまで山盛りにしちゃう時もあるしょうがない、人間だものそれが私だかない、だってやる気が出最悪な言い訳、だってやる気が出ないんだもんフォレストさん、ロデムさん、ありがとうございますねえ、なんでやらないんですかって言われてね、なんでお洗濯後回しにするんですかとか、なんで洗い物後回しにするんですかって言われた時に、やる気が出ないんだもんその通りなんだけどね。やる気スイッチね、あったよね CM で、君のやる気ね、どこにあるんね、やる気スイッチあったよね CM。 なんか探されてた私一時期大丸さん、団子さん、ありがとうございます。誰かな、家族からかな、そう、あのそのやる気スイッチの CM あったじゃないですか、君のやる気スイッチどこにあるんだろうみたいなCM が、私が小学生か中学生の頃にそう CM が、その CM 流れてて、なんか家族か誰かからかよくやる気スイッチ探されてました
やる気スイッチどこにあるんだろうって言われて。そうね、ない時もあるじゃん、やっぱある時もあれば人間だものっていう。では55分になったのでランキングをやります。13位マキーサさん、ありがとうございます。12位あやさん、ありがとうございます。11位メイビーさん、ありがとうございます。10位ともちたんさん、ありがとうございます。9位ジェイちゃんさん、ありがとうございます。8位バウチさん、ありがとうございます。7位はるみさん、ありがとうございます。6位ただのさかなさん、ありがとうございます。5位ゴーちゃん、ありがとうございます。4位たっちゃん、ありがとうございます。3位きゅうりスープはとっとってって言っとったけんとっとったたいさん、ありがとうございます。2位ナックスさん、ありがとうございます。1位シムさん、ありがとうございます。それでは今日も見てくださり聞いてくださりありがとうございました。皆様今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。バイバーイ、おやすみー。